白熊さん頑張った、ありがとうございます。一瞬間違えた、一瞬間グランプリありがとうございました。魚かな、とて寒です。さっき暖房つけたけど、もっと下にできないかな。あ、ここ、あ、ここが一番高い。どうしよう、ちょっとこっちにずれよ。でも充電器が伸びない。よいしょ、よいしょ。よいしょ。あ、あったかい、ここ。いい感じ。ちゃんお疲れありがとうございます。マーキちゃんお疲れ、あ、間違えた、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ヨンちゃん似合う、ありがとうございます。白クマさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。そう、今日はフィッシュワングランプリなのだったので、出演させていただいたので、お魚のイベントなので、カキスウェットを着ていきました。カキって書いてある、ここに。寒い、これ食べます。今から唐突に食べたくなったので、このサワーペッパー食べます。サワーペッパー、キャンディ、これなんかエリコから誕生日プレゼントにもらった、他が柿好きだからってエリコがくれました。じゃーん、うん、うん、うん、こういう、うん、マイシャさんタワーだ、驚き、ありがとうございます。マシさん、福タワー、今日のフィッシュワングランプリもありがとうございました。うちスクショさせていただきます。ピースありがとうございます。どうもです、食べます。
これ駄菓子。サイダー味。うん、間違えた。サイダー味だった。何かわからない。よく何かわからないです。キャンディー。何かわからない。駄菓子。ソフトキャンディーだね。なんかよく聞かんす、トーマスのチューイングガムの。こういう細長いやつに、なんか砂糖まぶしてある的な感じ。駄菓子おいしい。でもなんかそのトーマスのやつ生産終了しちゃったみたいだよ。あれ悲しいよね。毎回は買わないけど、ちょっとたまに買って食べたくなる味してた。お魚くんさんに会えなかった。皆さん見ました？でもすごくステージからあの子供ちっちゃい子たちの楽しそうな声が聞こえてました。何してたんだろう。ねたろうさん、くま、くまありがとうございます。うん、言ってね、もぐもぐした。でもちっちゃい子たちいるのかなと思ってステージ行ったら誰もいなかった。うん、よし。リオちゃん、ありがとうございます。大木さん、福笑い、間違えた、祝福ありがとうございます。大きなお友達たくさんいた。
トロールさん、クマありがとうございます。今日はね、ちょっとこれあげよう。今日は15時前頃にあのトークショーとミニライブに出演させていただいて、なんて場所なんだろう、池袋公園、なんか公園、あ、間違えた、広場。今日はね、ずっと朝から雨降ってたんですけど、ちょうど私たちが出た頃には止んでて、よかったです。なんかモニターがあって、楽屋にみんな傘さしてるのが見えてて、あー雨降ってるんだなって思ってたんだけど、ちょうど晴れてよかったです。ラッキーラッキー、トークショー、本当はトークショー撮影なかったんですけど、あの魚天国しか撮影タイムなかったから、トークショーも撮影タイムってことになりました。なんかね、でもトークしてるから、なんかトーク聞かなきゃって思って、なんか聞かなきゃって思ってめっちゃ聞いてた、トーク。なんか好きな魚をは、なんか好きな魚とか、なんか苦手な魚についてなんか聞くみたいなトークショーだったんですけど、私はなんかカキとかイクラとかウニとか好きなんだけど、なんかみんなと被って面白くないかなと思って、なんかこの間北海道に行った時に食べた白子が美味しかったので白子って言いました。白子ってお魚だよね。でも多分お寿司屋さんにあったから魚だと思う。でも白子ってなんかいろんな魚の白子があるなんて知らなかった何食べたんだろうか、何の白子食べたんだろう。多分なんか3文字だった気がする、注文した時に。なんかタラは違うと思う。熱質花丸、なんでわかったの？行ったところ、インスタの投稿？
こ多分根室根室っていうらしい。え、こんなとこだっけ、もう一回行ったの。ほんと？ここだっけ。ここか。お、そうだ、ここだ。イクラが美味しかった。イクラとイカ耳大好きなんですけど、イカ耳が美味しかった。ラブラブって感じだった。サブあ、トリトン、なんかトリトンもうなんか調べたら出てきた。今度行こう。イカ耳大好き。イカ耳本当に一生食べれる。でトークショーして3曲なんだったっけ、なんか歌いました。ヘビーローテーション、言い訳メイビー、なんだったっけ、あとなんか歌いました。あー、恋するフォーチュンクッキーだ、歌いました。多分そして魚天国も歌いました。もうね、眠たくて眠たくてお腹いっぱいで、でもなんか私的にコールダメって聞いてて、禁止って聞いてたけどみんな言ってた。表彰式やばかったのか。表彰式が一番楽しかった。白熊さん、熊ありがとうございます。もうコールダメって聞いてたんだけどなーって思ったんだけど、めっちゃみんな叫んでた。直樹さん、クマありがとうございます。あと出待ちされてる方いらっしゃったでしょう。もうまあ出待ちするのは一歩譲って、まあいいですよ。写真撮るのはやめてほしいな。その時僕はキットカット食べてた。キットカット食べながら出てきちゃったよ。なんでわかるの？出てくるところ。ダメだよ。
をつけてね。本当に良くない。魚天国一番楽しかった。なんか誰も踊ってなかった。誰もってことじゃはないけど、ほぼみんなカメラ、なんかその時が唯一の撮影タイムだったから、みんなカメラ持って。フリーネは30分くらいじゃない、そんな15分くらいかな、そんなやってない。振り入れかな、よくわかんないけど、だってずっと同じことしてるもん。でも踊れなかった全然ずっと同じことしてるのに、なんか間違えた結構。なんかね、同じことしすぎてもようわけわからなくなってきた。なんだったっけこの後、歌詞がわかんない。あ、わかる。サビ以外の歌詞もかも初めて聞いた。だってスーパーで流れてるのサビだけですもん。だから初めて聞いたよ。低気圧がで頭がどんよりします。衣装可愛かったね。この衣装よく見て、よく見たことあるけど、着てるの自分で着たの初めてだった。嬉しい、可愛い、可愛いよね。やば、ちょっと上にしよう。あ、そう、ベレー帽でした。ベレー帽、なんか撮影タイムとかあるときにベレー帽嬉しいですね。こうベレー帽あると衣装映えするのでいいですよね。でもね、普通のピン、なんかね、バレッタみたいな、めっちゃ可愛かった。なんかね、
ピンに AKB って書いてあって可愛いな。すごいすごいなって思った。一緒。あとなんかその撮影タイムで皆さんが撮ってくださった写真見て保存してます。ありがとう。なんかすごいプリティな写真、スカートがファーってなってて、ベストショット撮ってくださってる方いてすごーってなった。なんかねもう一番でっかいカメラ持ってる人でこんなカメラ持ってる方いらっしゃって、ちょっとその人のことに向けてピースして、なんかどんな風にでも撮ってくれてるか分かんないけど一応なんかピースして、めっちゃ綺麗に写ってるのかな、その人のカメラに。すごいですわ。なんかみんなね朝早くから来てくださってたみたいで、ありがとう。なんかでも椅子あなんかちょこちょこ空いてたんだけど、柵、その周りに柵があってそこからめっちゃ人いて、なんであれば椅子に座れてないんだろうって思って不思議に思った。なぜ?子供優先？なるほどね、そりゃそうだよね。メディア席とファミリー席なんだ。お優しいですね。良きです。とてもちょっと待って、砂糖が落ちちゃったかな。大丈夫。魚天国来年も出れたらいいな。何時から来てたの？何時から来てたんだろう。
5時早その5時から来た人とかはちゃんと見れたの？ちゃんとした席で見れた？直樹くんありがとうございます。でもね、思った以上にたくさんの方が来てくださってて嬉しかった。でもその柵の奥の方の方でもうちわとか持ってくださってる方は全然見えた。ちゃんと見えてたよー。お魚天国流れ外れたんだけど、パパかな。ちょっと待ってて。叱りに行っていました犯人はパパでした。あ、そうだ、今日なんかパパとママ来てたらしい。で、探したんだけど分かんなかった何してたのって見に来てたんだよ。他のこと。後ろの方だったらしい。家に来ないでほしいよ、ほんとに。やだ、ほんとに。
ケビビさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。嫌でしょ、ミリ来られるのって考えてみ、みんなもね、みんな働いてる方もいらっしゃるでしょ。皆さん今両親が見に来たらどう思います？頑張ってるねーって見に来られたら嫌じゃない？そういうことですよ。職場に皆さんの親御さんが見に来られるのちょっと嫌じゃない？コンサートとかならいいけど、嬉しいよ、コンサートなら見に来てってなるけどね、やだよ。よし、職場働いてるところに親御さん見られてきて嬉しいんだ。まあそういう方もいらっしゃるよね。生誕祭には絶対来ないでって言ってる。毎年、毎年って言ってもまだ2回開催させていただいてるんだけど、いや、ママが来るなら、いや、ファンの人が一人入った方がいいって言ってる、いつも。そしたらママが、そうだよねって言ってる。よかった、美味しい。だってみんな公園外れたらいつもしょげってるじゃん。ママとパパならいいんだ。ネタロウさん、祝福ありがとうございます。いつも声当たらなくて泣いてるのに。そういうのはいいの？ひとかたま。うん、そうだ、あの北海道行った時に、私最近板チョコ好きなんですけど、板チョコハマってて、白い恋人の板チョコが売ってて、
それがめっちゃ美味しかったっていう話。ブラック、ブラック味、なんかブラックの板チョコなんだけど、でめっちゃ美味しかったもん。なんか結構ちっちゃいの、こういう感じの板チョコで、でもね分厚いの。それがめっちゃ良かった。白い恋人の板チョコめっちゃ美味しかった。もっと買ってこればよかった。なこちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。白い板チョコアイス甘すぎて食べられないや。板チョコアイスが甘すぎて食べられない。でもね、なんか最近コンビニでさ、見つけたんだけど、板チョコアイスのなんかキャラメルちょっと入ってるのかな。美味しそうだなって思ってるんだけど、板チョコアイスね、いつもね一口で甘ってなっちゃうから、それ板チョコアイス食べ、なんか私バニラがあまりそんなに普通なので、アイスが普通、チョコの方が好き。なんか最近チョコ好き。え、本当に欲しいの？なんだったっけ、白い恋人の糸チョコ。ネットで買えないかな。わ、ネットで買えるわ。え、高くない？ネットで買える。白い恋人ブラック、え、焦がしキャラメル味もあるんだ。買ったら食べてみて。しかも気が向いたら買おうかな。でもね、あんま食べ過ぎてもね良くない。でもね、なんかチョコが好きすぎるあまりに、最近チョコをたくさん食べても肌が荒れない体質になりました。つるつる。全然ビターじゃない、甘い、甘いけどビターらしい。でも程よく、なんか1日これくらいチョコ取るといいらしい。モカはでもいつもカカオ 71% のチョコ持ち歩いてる。72だったっけ。うん、72のやつは結構ビターかも。カカオ味が強いあんま使わない日本語、これ。カカオ味が強いです。でもね、もう一個上のあるんだよ。80何歩くらいのあるの、86かな、
86は苦いかも、苦め。なので私はもうちょっと甘い方がいいから 72% がちょうどいい。なんかね、よくある。あー、酸味もちょっとあるかもね、こういう袋のパッケージにこういう小さいチョコがいっぱい入ってるやつ持ち歩いてる。いつもちょっとレッスンの時とか疲れたって時に一つ食べる。チョコレート効果、そうだそれ、チョコレート効果。ナンキくん、にゃんこ、ありがとう。でもうちにアサイーボウルに入れる用のカカオ 100% のチョコチップ、チョコじゃないね、もはやカカオチップがあります。それはもうね、味はしない、なんかジャリジャリジャリ食べてるみたいな感じ。けどアサイーボウルに入れたらなんかね、そのいいアクセントになって美味しいの。けど直で食べることはジャリみたいで食べれないかも。大阪のタッチコーナー、そうだ、僕それ行きたかったんだ、忘れてた、そういうのあるんだ。アサイーボールおすすめのお店、アサイーボールホテイじゃないでしょうか。それはやっぱ自分で作るアサイーボールが一番。あんまお店で食べないかも、いまだになんか待ってリピートしたいみたいなアサイーボール屋さんに出会ったことはない。ハワイで食べ、なんかハワイでやっぱ本場が美味しいらしいね。この前ね、ユキとアイちゃんとソララでなんかアサイーボール食べに行ったんだけど、人気すぎてなんか無理だった、アサイーボール買えなかった、人気すぎて。で仕方なくなんかチェーン店の、ハワイのチェーン店に入ってアサイーボールあるからそこ行って、モカはガパオライス食べました。ガパオだっけ？ねえ、ガパオじゃないかも。ガパオってハワイ？待って、なんだったっけ？なんだったっけ？ちょっと待って、頭痛いのってこのピンのせいかな？ロコモコじゃなくて、なんかマグロがブロック状のやつ。ポキ、ポキ、そうポキだ、ポキ、ポキ食べました。ちょっとピン取りますね。いてててて、てこれもピンいつもねここついてるのすごいよね。ポキ丼食べました、美味しかった。あ、すっきり。お、めっちゃいい匂い。自分で自分の髪、あんまいい匂いって言う人いないよね。めっちゃいい匂い。最近のシャンプー好きな匂いなのでいいですわ。まだお風呂入ってない、この後入ります。明日も朝からレッスンなので。
頑張ります。なんかさ、ストレートのさハイツイン似合わないかも。やっぱこれくらいさ高くツインテールしたらさ巻きたいよね。やだ、なんかすごい若作りって感じに見えてしまう。しかもここ三角ゾーンが、ね、私も成人式はこうしてここにリボンつけたいです。どう？良くない？これこっちもしてね、こっちもしてここに大きなリボンつけたいって考えてるよ。スクショダメ、切り抜きもダメです。ほんとすぐみんなスクショって切り抜きするから。まあ、スクショはいいよ、スクショはいいけど切り抜きは良くない。ほんとにダメー、ほんとに怒るよ。髪切らなきゃ、ほんとにもうやばいの。うちの髪ちゃんがもう傷んでるよって叫んでる。ほらもう傷んでるよって叫んでるよ。いい匂い。だって痛みすぎて、ほら見て髪の色がさ、ほら茶髪みたいになってる。なんかめっちゃ真っ黒なんだけど、地毛ね、もう墨で染めたんかくらい真っ黒なんだけど、それでもほら茶色くなる。私も美容院苦手すぎていけない。美容院いけない。本当に美容院っていうのは人と喋らないといけないじゃん、知らない人と。本当に苦手、知らない人と喋るの。しかも大体なんか話しかけてくださるじゃないですか。普段仕事何されてるんですかとか、学校行ってるんですかって。私あんまり喋りたく、自分のことを話したくないタイプなので、私結構ミステリアスに行きたいタイプなんですよ。皆さんの前で以外はね、結構あの私のその知らない人にはなんかミステリアスに行きたいタイプなので、だから嘘をつきます。嘘は飛び切るの愛だなので。ちょっとあんま分かんなかったかし。本当に自分のこと話したくない。逆に教えてほしいです、あなたのことを。てな感じで、もう1年くらい美容院に行ってないですね。
ワンちゃん自分で切るのあり？え、怒られるかな自分で切ったら。怒られるんだよな多分。自分で切るのは良くない本当に。たまにねヘアメイクさんにこの横毛横毛切ってもらうことはあるんですけど、さすがにヘアメイクさん美容師ではないのでそんな後ろ髪まで切ってくださいなんて言えないですよ。ヘアメイクさんに怒られますよ。何してるんだいって。ちょっとここの毛多いかなって思ってるけど、まあもうちょっと伸ばせそう。ここら辺いらないか。本当にすぐ迷走しちゃう。新公園までになんとか整えたいですね。お、これショールームで話したっけ。新公園、研究生の新公園が始まりますこんなしれっと2月4日からです。なんとアートオブ48さんの僕で発表されました。なんそこに未来はある公園ですね。ありがとうんでありがとうなんだろう。研究生の16人公演です。新公演です。いろんな公演が始まりますけど全部ね覚えていられるかしら私。でもただいまの野中はもう忘れない気がする。もう1年以上やってるしもう忘れないよねただいま恋愛中。でもねたまにふって飛んでしまう時がある。ほんと1ヶ月ぶりにやった時とかはふわって振りが飛んじゃう時あるけど、大体はもう体になんか染みついてるからいけるんだけど、まだその新公演のレッスン劇場でやってないから体に公園で入れなきゃ。劇場でその劇場から見る景色とレッスン場から見る景色違うので。ユニットとかあるもんね。そうじゃなんかユニット曲とかで何するかお楽しみに。でも絶対当たらないと思う。もう当てた人に1億円あげるよっていうくらいに当たらないと思うよ。本当にもし当たった人いたら謝る。ごめん天才だよ。一攫千金チャーンス。本当に当たんないと思う。新曲？新曲なのか？新曲ではないと思うよ。別に新公演。
私のユニット曲を当てたらもう1億円あげるよっていう話。まあ当たんない。マジで当たった人いたらもう投げキッス1000個あげる。チュッ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 ヒントすら出さないよ。だってダメだよ。の安売りしない。いや当たんないよガチ。これガチ当たんない。だから本当に楽しみにしといて、それくらいにえみたいな感じだから、その公演に来られる方も配信で見られる方も、私ユニット何するのかなみたいな楽しみにしててください。おやおやってなります。みんな怖くて当てれないでしょ。でも本当に私の好きな曲もたくさんあって、逆に知らなかった曲とかもあったりして、めっちゃ楽しみでございます。今絶賛頑張ります。今絶賛頑張ってます。よんちゃんめっちゃかわいい、どうもです、ありがとうございます。明日も朝からドボンと新公演と、まあ、もろもろのお仕事がありますね。頑張りますよ早起き。今から私は湯船に浸かってのぼせないように頑張ります。私本当に長風呂でもうね、長い時に2時間半とか入っちゃうから、水曜日の出張公演で、その日が一番やばいんですよ。なんて言ったっても朝からフリーで頑張ります。また早起き頑張ります。頑張れこのポンコツ頭。私はお風呂の中にお水を持ち込んでて、でもうお水飲んで入ってます。ずっと春コンもね始まるので、あでもね2月4日まで乗り越えたらね一旦落ち着く気がしますね。この新公演の初日がね迎えられて、そしたらね一旦ね他のことに切り替えられる気がするので、まあその初日に向けてね、まずは新公演の方頑張って、次にドボンコンサートのこと頑張って、次に春コンのこと頑張ればいいから大丈夫、きっとカット大丈夫だと思う、信じろ。本当に今日間違えまくった、本当にやばいよね。え、あん3級で間違える、あ間違えた、あん4級で間違えるみたいな感じに、もうねめっちゃ間違っちゃった、もうごめんなさいって感じで。
なんかもういろんな振りが全部間違い、なんか全部混じり合って、なんか創作ダンスとかしちゃいそう。ついにもう位置もなんか全部混じり合って、新たななんかもう位置に立っちゃいそうっていう感じくらいに、もう全部がもうマジ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 ってなってなっちゃいます。最近はは新規振り入れが一番苦手です。なんかその新曲とかの新しい振りが苦手の振り入れが苦手、一番なんか既存の曲だったらもうそういう振りっていうのが分かってて、なんかあらかじめその動画見て復習していけるんだけど、新規振り入れはその場で覚えなきゃいけないので、私は苦手ですね、新規振り入れが一番。そう、まあね、その振り入れしながらね、そのちょっとここの振り変えようかみたいななったりしたら、もうありゃありゃりゃ、これあ変えたんだったってなって、私は結構苦手です。新公演もドボンライブも、もうもろもろも全部難しい。なんだ難しいの。よしみつさんお疲れありがとうございます。そしてよしみつさんファイトありがとうございます。やっぱ16人になると立ち位置も小刻みに増えるし、場所もね、場所の移動も多いし難しいですね、やっぱ8人公演より。もう今何曲振り入れしてるんだって考えても、50曲以上ありそうっていうくらいに。だって新公演2個とドボンコンサートと春コンでしょって考えたら天才なのかもしれない。言い過ぎた。天才だ。まあね、まあ50曲といっても初日が始まったりしたらもう終わったと同然なんですけどね、それまで辛抱です。嬉しいですね、たくさんなんか新公演やらコンサートやらあることは。嬉しいことです。わかんない、50曲で適当に言っただけだよ。もう切り抜きやめてね。切り抜きやめてね、本当に私言ってること全部嘘だから。嘘嘘嘘嘘、それも嘘、全部言ってること嘘だから嘘流さないで。
全部嘘。嬉しい。なんか今日のホテちゃん可愛かったなってめっちゃ褒めてくれるんだけど、今日ビジュ悪かった自分的には。でもみんな優しいから褒めてくれる、全肯定してくれる。嬉しい、大好き。やっぱ衣装効果かな。でもああいう色の衣装初めて着た。嬉しい、嬉しいだけ。なんか皆さんがホタテとかカキとか食べてたのあれはなーに？あの売ってたの？なんか食べてないんだけど、それなんかなかった。食べたかったなぁ、牡蠣、焼き牡蠣。あれ絶対美味しいじゃん。漁師の浜焼き700円よ。ねえ、それ食べたかった。それが一番食べたかった。何それ、知らないんだけど。私正直牡蠣は牡蠣フライより焼き牡蠣とか生牡蠣とかお鍋に入ってる牡蠣が好きなんですよ。食べたかったな。でお鍋の牡蠣が一番美味しいからね、冬に食べる。あ、でも牡蠣そばとかも美味しい。まきちゃん猫ありがとうございます。今日、あ、間違った。この前家にいっぱい牡蠣が届いて、焼き牡蠣でいろんな食べ方したんだけど、一番でもなんかポン酢が美味しいね。でもオイスターとレモンも美味しい。でもこれいっぱいレモンかかってるからレモンなのかしら。ウーニラブウニラブ。でもね、北海道でウニ食べなかった。ウニ食べたらよかった。なんかね、そのお寿司屋さん行ったんだけど、手巻きのウニしかなくて、私は軍艦のウニが食べたかったんだけど、手巻きだったから食べなかった。手巻きだったからイクラの軍艦頼んで、美味しかった、めっちゃ。でなんか帰りに丼屋さん、海鮮丼屋さん行ったんだけど、ウニがなんかシールかないらしくって、だからサーモン縁側いくら丼食べた。私縁側も最近ハマってるんだ。
美味しい。てか新千歳空港めちゃめちゃ広かった、ビビった。なんか新千歳空港で一日過ごせるそうっていうくらいにめっちゃ広かったです。結構修学旅行生たくさんでした。私が泊まったホテルもなんか広島の学校、高校か、広島の高校から修学旅行で来てる人たちがいた。わあ、この人たちも帰る年下なんだって思いながら、羨ましいって思いながら見てました。ありえない、もう帰る年下なんて。羨ましいですよ。私の行ってた学校は中学校の時は鹿児島だったね。高校は外国だったんだけど、ハワイかな、ハワイの予定だったんだけど、普通にウイルス、コロナウイルスさんの影響で亡くなったりましたね。そこら辺の山になったらしい。そこら辺の山、かな、私は行ってないから知らない。何か話そうとしたんだけど忘れちゃったな。まあ、いっか。明日も。え、何話そうと思った？あ、そう、ぬいぐるみ？そう、北海道で、私北海道でショールーム配信した時に、なんか初音ミクちゃんのぬいぐるみ、なんか A 賞と B 賞引いたみたいな話したじゃないですか。話したんです。見せて、でかいやつ 2個。で次の日ね、駿河屋に売りに行ったんですよ、札幌の、あ、すすきのか、すすきのらへんの駿河屋に売りに行ったんだけど、私身分証明書を持ち歩いてないから、なんか売れませんってなって、エルコは持ってるよってなったんだけど、エルコは未成年だからダメですってなって、え、売れないんだけどってなって、あ、じゃあこれもう引き取ってくださいって言って置いて帰りました、札幌に。だから北海道にいる方、私の
A 賞と B 賞ってあるかもしれないです。ぜひお探しあれ。私あんま身分情報法、身分情報っていうのかなを持ち歩いてないんですよ。なんかお財布とか落としたら嫌だなって思って。北海道から自宅に送るのって高くない？それまです。あ、こんなこと言っちゃダメだけど、ダメなんだけど、そこまでしてあんまり欲しくないって思ってもないよ。けどそこまでしてまあいいかなって思ったので、なんか、あ、じゃあこれ引き取ってくれ、これ引き取ることできますかって言ったら、それは全然大丈夫ですよ、え？みたいな感じになってた店員の方。はい、すいません、ありがとうございますって言って置いていった。切り抜き禁止で、公園に行きました。切り抜き禁止。なんかこの財布あんまたまに落とすんですよ、私。だから身分証入れてたら危険だなって思って、特に旅行先に身分証持ってった方がいいのかな、こういうのって。わかんない私、旅行先にほど持ってった方がいいのかな。切り抜き禁止保険証？保険証って顔写真ついてないよ。マイナンバーカード、マイナンバーカードもらってるんだよね、切り抜き禁止。だからマイナンバーカードをこれから持ち歩こうかなって思ったりしました。でもね、期限切れた学生証は財布にずっと入ってる。それ使えないかな、切り抜き禁止。原付の免許取ろうかな、ダメかな、今日切り抜き禁止ね。これ 原付き乗ってレッスン通いたい、原付き乗ってレッスン通いたい、切り抜き禁止。うんうん、みんなに、あ、切り抜き禁止ね、これ、ヤッホーみたいな感じで。え、今日原付でレッスン来たの？そうだよ。あ、切り抜き禁止ね、乗って帰る。切り抜き禁止。ダメか。え、何、原付き2人ダメなの？え、何よ、何がいいの？原付きとバイクって違うの？で、わかんない、乗らないから。バイクはいいって、モカのバイク乗って帰るって言って、うちに連れて帰ろう。切り抜き禁止ね。
わかんない、もうバイクから 250cc マリオカートじゃん。わけわかんないバイクのこと。まあ、乗らないんでね私、まあ、私はやっぱでもタクシーなんで普段タクシーしかやっぱちょっと使わないんで、まあ、大丈夫かな自分で運転しなくてもって思ったりしますね。切り抜き禁止ね、これ秘密だから実は。これめっちゃ秘密なことなんで言わないでください誰にも。やっぱねタクシーしか勝たんので、まあ取らなくてよかったわ、よかった。検疫禁止ね、ごめんなさい。カキスウェット着てタクシー乗っちゃってます。ごめんなさい。うん、これめっちゃ秘密。今のが私が喋ったこと全部嘘だから、一切信じないでください。何もこれから喋ることもこの先喋ることも何も信じないでください。私のことは私の発言一つ一つに疑ってください。今私は皆さんと順応してるんで、はい、全部疑ってください。何を言ってるのって何を言ってるのって話なんだけど、酔っ払ってないよ。まだ19歳だもん。まだっていうか一生？この先もずっと？なんか19歳な気がします。うん、なんかもう ずっと19歳な気がしてきた。私はでも奇数あんま好きじゃないんで、じゃあ18にしとこ。なんか私たちの年代って、私の年代からなんか18歳、なんか次の誕生日迎えたら18歳になるらしい。なんかね、その年が合わないからなんか18歳になるらしいよ。うん、だから次の誕生日迎える人からはなんか18歳になるらしい。これ知らなかったよねみんな。
だから次から18歳になるんだって。これめっちゃ本当。あ、これも嘘かな。今これ私全部嘘だから、あ、全部本当のこと言ってるから信じないで。バイク小僧さん、フックありがとうございます。騙せれる方が悪い。騙される方が悪いぜ。もかもか詐欺。ことで、はい、たくさん冗談を話したところで私はお風呂沸いたみたいなので入っていきたいと思います。冗談ですよ、今のは冗談。嘘とか私つかないです。あんまり私嘘つかないんですよ。冗談言ってみました。ジョークですよ、関西人のジョーク。キラネキ禁止です。はい、この回線を切り抜いた方はこれから一生親指の爪伸びません。知らんけど。便利？嘘。便利？あれ嬉しい？そうなんだ。そうなの？逆に？逆にね。逆、逆張りね。じゃあ読みます、読まさせていただきますわよ。いきます。13位、ストロールさんありがとうございます。12位、しゅんごさんありがとうございます。11位、ゆみろんちゃんありがとうございます。10位、けびびさんありがとうございます。9位、おおきさんありがとうございます。8位、なおきさんありがとうございます。7位、なおきくんありがとうございます。6位、まきちゃんありがとうございます。5位、よんちゃんありがとうございます。4位、ねだろうさんありがとうございます。3位、よしみつさんありがとうございます。2位、しろくまさんありがとうございます。そして1位はまいさんありがとうございます。そして福田はありがとうございました。ありがとうございましたわ。ありがとう。明日も頑張ります。明日は楽しみなフリーレです。ドボンライブね、ドボンライブの楽しみなフリーレなのでワクワクです。ちょっと朝早いけどそれでもワクワクですね。やっぱやりたい曲のフリーレはワクワクします。では
バイバーイ。また明日ネイルとリバースします。ラブ。あ、 TikTok とインスタグラムと X もたくさん投稿してるので全部見てね。約束、コメントといいねとフォローしてください。これ約束。これ破った方は小指の爪が伸びません。ではおやすみなさい。バイバーイ。あ、どれだ。バイバイ。